はい、ネクストヴィンテージ TV の時間です。今日はですね、ボンクラ初となる、ジッパーフライモデル Z、リゾルトの710と比較検証というテーマでお話をしたいと思います。今回は何かと最近縁があるボンクラなんですけども、ジーンズを購入するのは今回が初めてであり、購入したのはボンクラの中でも、異色の Z を購入したので、リゾルトの710と比較検証しながら、コーディネートについても、検証していきたいと思います。今回紹介するアイテムについてです。こちら、ボンクラ初となるジッパーフライモデルである Z になります。で、価格の方が3万800円、こちら税込み価格です。で、リゾルトの710については価格の方が24,200円なので、まあ、この Z については、まあ、価格はやや高めですかね。ただ、まあ、ウェアハウスの DD シリーズも、まあ、3万円前後なので、こだわりのあるジーンズとしては妥当ではないかと思います。で、ボンクラの、ジーンズについてなんですけども、もともとデニムパンツは、3つの型があったんですね。で、それは、まあ、有名な WX、あと66、あとシンチバックですね。で、その後に、登場したのが、今回紹介する Z になります。で、こちらは、リーバイスの、501ZXX を、まあ、ベースにしながら、ボンクラオリジナルの、テーパードの効いた、メリハリのあるシルエットが、秀逸なモデルになっています。まあ、ちなみに、こちらですね、ボンクラの中でも、まあ、一番細身である、モデルになっています。で、まあ、66、WX、シンチバック、Z の、各モデルで、縫製などの、ね、まあ、仕様は、異なります。次に特徴について見ていきたいと思います。まず、生地についてなんですけども、こちらの Z については 14.5 オンスデニムが使われていて、結構かなり分厚めであるかと思います。ちなみに、リゾルトの910については 13.75 オンスで、本当に、両方とも触ってみるとですね、かなりの違いがあるなっていうふうに、感じることができます。で、ちなみにですね、こちらの生地についてはまあ、生地、原子の配合から、宝石、木織り、すべての工程に、まあ、こだわって作り込まれた、ボンクラオリジナルの、デニム生地が使われています。で、次に縫製についてなんですけども、すべてですね、金糸で、縫製されていまして、部位によってですね、このように、イエローステッチであったりオレンジステッチであったり、結構、異なった、カラーのものが、使われています。あとね、まあ、番手も変えて縫製してるみたいで、かなりね、こだわりがあるなっていうふうに感じることができます。で、次に、ボタンであったりとか、このリペットなどについてもですね、すべて、ボンクラオリジナルのものが使われています。このようにね、ボンクラっていうふうに書かれていますね。で、リゾルト710についても、一応こちらもね、リゾルトっていう刻印があったり、まあ、このリペットにもリゾートの文字が入っていたりと、結構まあオリジナルものが使われているんですけども、やはりまあちょっとクオリティとしてはこのボンクラの方が一つ上かなっていう風な印象があります。で、革パッチなんですけども、ボンクラのこの Z についても革パッチですね。で、こちらは鹿革のものが使われていて、結構ね、触ってみた感じも結構ね、こう、まあ、鹿革特有のしなやかさがあったり、本当になんかね、結構作り込まれているなっていう風なところを感じることができます。で、710については、まあ、もうこちらもおなじみなんですけども、紙パッチになっていますね。こちら、まあ、リーバイスの66モデルがベースになっているので紙パッチになっていますが、WX だと、確かレザーパッチだったと思います。で、次ですね、ポケットの生地なんですけども、ちょっと見ていきましょうか。ポケットの生地なんですけども、こちらですね、表面をよく見ると分かるかと思うんですけど、ヘリンボーン生地が使われています。で、ね、この金具のあたりもね、このボンクラの刻印が入っていて、非常に、かっこいいなっていう風な印象があります。で、710についてはこちらも、通常の、生地ですね。このヘリンボーン仕様ではありません。このようにやっぱり違いがね、結構、2つを見ていると、当たってくるかと思うんですけども、あとはですね、スレキであったり腰ラベルには、中を見ていきましょうか。このように、ボンクラの刻印が入、スタンプですかね、
が入っていて、このあたりもねちょっと、まあ、特別感というかねが、感じることができます。710については、このようなものは、入っていませんね。で、次にですね、シルエットについてなんですけども、この Z についてはですね、結構ね股髪が結構やや深めで、太ももに関しては結構、ゆとりがあるんですけども、この、膝から下にかけて結構テーパードが、効いていて、非常に、シルエットが美しいというところが、特徴になっています。で、710についても、もうたびたびお伝えしているんですけども、まあ、リゾルトも、美しいテーパードストレートっていうふうに言われていまして、まあ、この Z についてはですね、結構武骨ながらも結構さまざまな、スタイリングを楽しむことができるっていうふうな、モデルになっています。なかなかねまだ、さほど有名ではないんですけども、まあ、これから注目度が上がってくるのではないかと、思います。あとねちょっと言い忘れていましたが、こちらですね、ジッパーフライですね、初めにお伝えしたんですけども、このようにジッパーフライになっています。で、710についてはもう定番ですね、こちらボタンフライになっています。では、次にねちょっとコーディネートについて考えてみたいと思います。次に Z のコーディネートについてっていうテーマなんですけども、まあ、バードローブにおいて、核になってくれるデニムパンツではあるんですけども、まあ、最もベーシックな組み合わせっていうのは結構アメカジスタイルですね。例えば、まあ、スウェットや T シャツなんかで、まあ、合わせるっていうのも、まあ、非常に良いかと思うんですけども、まあ、こちらにはですね結構ジャケットにドレスシューズで合わせる、まあ、大人のスタイリングに最適っていうふうなこともですね、メーカーの方で言われています。なので、まあ、年を重ねても愛着を持って着ることができるのがこちらのボンクラのデニムパンツではないかと思います。では次に着眼に移ります。今回着用するアイテムについてです。まずですね、ジーンズの方は先にリゾルトの710を着用してみたいと思います。で、合わせるトップスについてはインディビジュアライズシャツのボタンダウンシャツですね、まあ、定番の、ビューティー&ユース別注になっています。こちら、サイズの方が15ハーフですね。で、次にですね、ボンクラの Z の方を着用してみたいと思います。で、最後に、このインディビジュアル、ボタンダウンシャツの上から、こちらですね、ブルックスブラザーズの、コンブレザーをね着用してみたいと思います。こちらは、アーバンリサーチ別注の、ブレザーで、リージェントフィットになっています。では、着眼に移ります。はい、次に着眼に移ります。ちなみに私は身長が175センチ、体重が65キロになります。まず、リゾルトなんですけども、ウエスト31、レングス29を着用しています。では簡単にシルエットを見ていきましょう。はい、こんな感じになっています。まあ、非常に、綺麗なテーパードストレートで、まあ、サイズ感も私には、ジャストサイズであると思います。結構ねこのボタンダウンシャツも、このシャツ単体で着るときは私はあえてインせずにこのように出してカジュアルに着用することが結構多いですね。で、本当にもうこの生地っていうのが非常に絶妙で、 13.75 オンスっていうのは本当に軽すぎず重すぎずちょうどいいって言ったような感じで、本当に一年中着用できる非常に万能性の高いアイテムであると思います。では次に Z の方を着用してみたいと思います。はい、次にですね Z の方を着用しています。こちらに関してはウエストが32になっています。では簡単にシルエットを見ていきましょう。はい、こんな感じになっています。まあ、一応ボンクラのデニムの型の中で一番細いというふうな説明をしたんですけども、決してかなり細すぎるというわけではなくて、本当に、ウエスト周りとかお尻周りに関しては結構、ゆとりがあります。ただ本当に膝から下にかけてかなりテーパードが効いているなというふうなところが特徴になっています。で、ウエスト32で、レングスの方もですねオリジナルの状態なのでかなり長めです。確か、まあ、また下78センチぐらいだったかと思うんですけども、このように一応ロールアップして着用しています。で、履いてみた感じかなり生地感としてもゴワゴワしていて、やはり 14.5 オンスデニムっていうのはかなり分厚いですね。なので夏場に履くっていうのはかなり厳しいかと思います。ただ本当に色がですね、まだこちら新品の状態なんですけども、非常に濃いブルーなんですね。なのでこれから本当に結構着用するに従ってメリハリのある色落ちを楽しむことができるかと思います。
では、最後にブレザーの方を着用してみたいと思います。最後にですね、ブルックスブラザーズのブレザーの方を着用しています。では、簡単にシルエットを見ていきましょう。はい、こんな感じになっています。やはりですね、結構きれいめな、デニムパンツにはなっているので、当然、このような、コンブレザーとの相性は非常に良好です。で、まあ、どちらかというとね、このような格好をするときは、足元に関しては、まあ、スニーカーではなく結構ローファーなんかのね、まあ、革靴なんかと合わせると結構、相性がいいかと思います。で、まあ、本当にボタンダウンシャツにジーンズなので結構ね、カジュアルなコーディネートにはなるんですけども、まあ本当に休日ちょっとおしゃれをしてお出かけしたいなっていう時に関しては、本当にこのようなスタイルっていうのは非常におすすめになっています。まあ本当にまだ私全然着用できてないんですけども、本当にこの Z に関してもちょっとね、これから経年変化をね楽しんでいけたらと考えています。ということで、今回はボンクラ初となるジッパーモデルである Z の紹介をさせていただきました。またよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。